今日の授業、空気の流れから空気の回が始まります。お越しの際は、空気の流れから空気の回、外平さんと梅地洋一さん、パープルーム予備校生の授業が始まります。お越しの際は講堂2階までお越しください。間違えました。お越しの際は講堂4階までお越しください。講堂じゃないよ。行動じゃないけど、お越しの際は4階までお越しください。そうです、そうです。じゃあ4階に行きましょうか。マイクはもう使わない。あ、使います。本人さんに渡してください。あ、じゃあルカちゃんお留守番よろしくお願いします。あれ、ルカはルカがいないんだよ。なんでルカいないんだ。すごい。塚本さんが書き始めた。後で参加します。いいですね。そうですね。素晴らしい。すごい。そう。大変さんどうですか、こう。あ、ここの空気。すごいいい空気が流れ。いい空気が流れますね。なんかこう油絵の具と空気をざっくりこう混ぜ合わせて、いい空気をこう。キャンバスに定着されてると思いますね。ちょっとよく空気の匂いを嗅ぐと、予備校時代を思い出しますね。そう、大変さんもともとね、玉美の匂いから東大ですよね。そうですね、東大の匂いではないですね、そう、油絵の具っていうのはこうあんまり知られてないんですけど、こう空気とね、こう混ざり合って酸化することで硬化するっていう。あ、そうなの。そうなの。そうなの。そうですね。佐川さん、空気どうですか。どうですか。空気インタビュー。空気、そうですね。この辺の空気を混ぜて酸化させて、それで定着させてる。サイトスペシフィックな。そうだし、そのやっぱり西洋の絵と日本の絵が違うっていうのは、そこにある空気、定着してる空気が違うから、やっぱり日本の絵っていうのはウェットなんか湿っぽいんですよね。なるほど、今日もね、今日ちょっと雨だし、湿度がね高いから、やっぱそれは国産とヨーロッパ産の絵の具っていうのの絵画っていうのは組成が違うと。油絵の具と水はどう反応してるんですか。油絵の具酸素じゃなくて、まあ、水と油だから、水と油、すごい邪魔してる、あ、邪魔をしてるってことなんですね。そうですね、そう邪魔してる。そう、坂本さん邪魔してますか。ではね、すごいですね。もう4階に、ね、この空気が閉じこもった箱の、そうですね、まあ言ってみれば、そのエレベーターってものもこう密室、一つの部屋で、その空気をこう上下にね、こう移動して、あ、ですよね。そうですね、不思議なもんで、なんか蚊とか虫とかもこう入ると同じ空間のまま。店員さん入ってます。あ、ここはあれなんですよ、一回マイクがね。あ、いや、そうですね、オンでしてないですね。ですよね、多分4階に。このまま外出ちゃう感じですか。4階から入ったかな。お客さんが誰もいない。足りない。4階にいっぱいいます。4階にいっぱいいます。この空気は本当に変な空気ですよね。変な空気。パープルームの空気とは違うんですね。そうですね、やっぱりこうちょっと空気が静かじゃないですか。なるほど、で、その音、映像の、なんかその岡山の空気、あ、岡山の空気がちょっとこう、マイナスイオン的なものが、なるほど、体に嫌だそうだけど、これはお客さんがちょっと今こうエレベーターで登ってこれもないので、ちょっと微妙な空気になってますけど、これ可能性中声聞こえてる状態なんですか。そうなんですよね、実は、うん、大丈夫ですよ、感じですね。もうこの鰹節と、ゆかと鰹節の間の空気、あ、これは、どうでしょうか。そうですね、鰹節なんですね、これ。そう、でも実はこれ鰹節の含
2012年です。あ、そうです、はい、チャイフル私も造形屋さんでバイト中に勝手に作ったものがあって、あ、そうなんです、うん、これって匂い嗅ぐと、いや、全然普通、何の匂いなんか普通の空気だと思います。あ、普通の空気、はい、で、この、はい、あの絵の具の塗り方なんかは、うんうん、あの絵の具の空気ももちろんなんですけど、はい、空気感がありますよね、うん、そうですね、ないこともない、うん、ないこともない、こうあれですね、空気をこううまくこう含めてみますよね、あ、ちゃんと空気をなるべく含ませて、うん、ふわっと仕上げるみたいな、そうですね、なんかこうちょっと朦朧体のような日本っぽい空気西洋的な空気遠近法ではなくて、ちょっとこう日本っぽいレイヤーがあるんじゃないですかね、これは、うん、じゃあ二重にもそのレ、うん、描き方の空気もそうだし、そうですね、環境から含まれた空気、あとやっぱりこの作品重要なのが、そのしっかりした壁じゃなくて仮設壁っていうことによって、うん、こう下からこう空気の中に邪魔しない、ね、そのすごいこうエアリーな、うん、空間になってるなと、そこに鰹節がちょうど、うん、そうですね、空気が通る、そうですね、気流の流れによってちょっとこう鰹節が揺れてるんですよじゃあまあこの、ね、あれですね、この回はそんなに空気となんか関係がないから、この日も鰹節が揺れてる空気と、うん、この、うん、あのなんか、うん、前が揺れてる空気とかと、前、あ、そうですね、関係ない、特に関係ない、映ってないので、それはこうそご想像にお任せしますあんまり、あんまり他の作品の空気は読めてないかなと思いますね、うん、これでもあの作品はずっと、あのこの辺も全体的にはこんな感じ、まあ、全部1年同じ、うん、新作が去年のものなんですけど、まあ、この辺は全然空気の関係がないとはいえ僕から見ると一個一個の作品に違う空気が、あ、やっぱり どうしても空気を読んでしまうというところがあって、うん、これ3階に行くんです、そうですね、うん、ほぼ活動しています、やっぱり今日は雨だから空気が綺麗ですよね、私ちょっと重たいですね、空気が重たくて、なんか重いですねこの吹き抜けからもなんかこう空気がね、重たい空気が落ちていく感じがあるし、気圧違いますよね、2回と4回では。そうですが、全然わかるんですけどね。やっぱりエレベーターを介するのがいいですね、うん、そうですね、一回一回なんか一つの密室でこう同じ空気をねこう吸うっていうところがですねいいですよね、あ、やっぱりこのグラミーさんのせいか、ちょっとあれですね、やっぱり空気を吸って空気を吸ってちょっと置いていますよね、やっぱり空気がないと見ないと思うんですけどね、確かに4階とちょっと違いますね、そう、やっぱりここは空気が澄んでる、ここ空調があるんですかね、そうですね、やっぱりですね、この水色の空気っていうのはもう間違って水色なので、うんうん、ちょっとこう、ウクトの作品もね、青っていう、ちょっと空気を意識した色がね、多くて、これでも空気、うん、なんかこう、うん、あれですね、空気、うん、風とかで揺れてる紙を気をしてますけど、はい、うん、これはなんか人為的に作り出す、騙しの気流の中で乱してるんですよ、まあ、なるほど、なんかちょっとあの風水みたいになってますね、いやいやいや、パープルームのアリ塚っていうものもなんか要はその空気をいっぱい含んでいびつに膨張したなんかこうあのエアが入ったチョコレートあるじゃないですか、カプリコみたいな、そういうカプリコっていうの構造なんですけど、カプリコの中のそのなんか泡というかバブルの隙間をこう漂ってるんですよ、そうですかね、じゃあなんかその濃さ、うん、粘着質みたいなのが泡空気感によって爽快に食感として食べられるような、まあ、そうですだから結構ねっとりしたところだけどこの空気は澄んでるんですよ、やっぱり確かにそうですね、だしこの小林美樹さんのこの機械がすごいですよ、ゆっくりこの、なんだろう、
空気をこう映し出しながらゆっくり空気をこうね循環しているんですよ。なるほど。なかなか空気への配慮が。トートロジー。あとトートロジーですね。そうですね。あとこのアダムさんのこの椅子、これはよくで、ね、なんかよくできてます。これやっぱりそのなんかそのやっぱ日本の梅雨、湿気対策でこうすのこ状になってることな。そういうことなんですね。空気の流れがいいからなこれカビないです絶対。この電気は電気あ電気なんか乾燥とか、なんか電気はですねこれ実はこうあれですね、我々はまだその蛍光灯っていう文明に達してない頃のなんかこう蛍光灯文明にまだその発明されてない頃の光を多分そのこの作品は表していて、なんかこう光合成とか関係があると思うんですよ。これはデジタルな空気っていうのがあるので、それがそこでまた新しい時代なんじゃないかな。やっぱりそうですよね。ネットってものもやっぱりその相互のコミュニケーションなので、空気がなかったら窒息してしまいますので。そうなんですよね。ってことはどっかでどっかしらに空気があるっていうことなんですけどね、それはなかなか本当に難しい問題だ。そうか。じゃあちょっと2階の方に降りて行きましょうかね。そう、気圧っていう、ね、概念忘れてました、大平さん。ここが敏感だ、すごい気圧が見えたな。急降下しますね、気圧が。あ、すごい、これ全然気圧いいわ。もう、ダメなんですよ、低気圧が来ると。あ、そうなんだ、やっぱりダメだ。エレベーターでもありますか。3階は階段持ちながら、ちょっとしましょうかね。雨降ってるけど。ちょっと外の空気を吸いに、そうしよう。気圧って一番重いですよね。そうですよ。空気の圧縮率、我々の気圧がないともう暴走しちゃいますからね。なるほど。そもそもあれですよね、パープルームの模型ということは、その空気感をこう再現しようとしたものです。ただですね、これね、窓ガラスが入ってないから、外気がこう入ってきちゃうんですよ。なるほど。でも要は、俺が言いたいことっていうのは、その内側と外側がこういつでも反転しているよっていう、こう、なるほど。密室じゃなくて、レイチェル・ホワイトリー。そうそう、そこが密室かもしれないっていう、審査的なもの。で、実はその一番の密室はこれね、台座の中なんですよ。なるほど。なぜならこう窓がないから、じゃあこの中に重要な空気が挟まってる、そうですね、いろんな重要なものが入ってるところで、ここはやばくないですか。ここはやっぱりこう、もうずっと昔から使われてないお風呂場なんですよ。あ、そうなんですね。え、これお風呂なんですか。そう、これやばいです。これはこの、はい、ここのあれですかね。私はこの辺に来るともうこれが怖くて 3K がするからあんまり近づいてないです。あ、じゃあ行こうと思えば行ける。行けるけど怖い。あ、何構成も知らない。そう、なんかケロッピーのシールとか貼ってあって、すごい。どうですかね、この写真もなんかやっぱり、こう空気がね、構成感、空気の流れがこう示されてないですよね。大丈夫です。あ、気づかなかった。あれが金のなんか百度パスカル的な。ちょっとあれです。いや、ここちょっと空気日本語採用されてる。すごいですね、ちょっと。
ちょっと暗くなってる、ちょっと暗くなりすぎてる、指がこう、うんうん、指がこう、あとあれですね、ちょっとここに強風が当たりすぎてちょっと足がね、隠れてたしてますし、あ、これ強風が強風でそっか、こうなっちゃったんですよね。なるほど。アランさんもこう正面から風を受けてちょっとこうね、あ、もう堂々と、そうそう、堂々と戦うし、うん、そうですね。この子ちょっと空気読めてない。そうですか。いつも何かしようとするときに読んどくしなさいますよね。うん、そっか。はい。どうですかね、これ。坂本さんどうですか、進みましたか。あ、進んでますね、やっぱり。すごい。空気、空気、空気。昔のファミコンを思わせる子、うん、ね、空気ですね。まあ、デジタルの空気とアナログの空気が接中されてる、うんうん、いや、なるほど、いろんなところにこう空気がね、あるから、そうですね、展示の仕方が もういろんな作家の方がいっぱい出てる、ざっくり空気をこう、あ、これはやっぱりね、反応してありますよね、透明なケースの中に空気を展示してるんですよ。なるほど。ただ、ここにあの資料を置くことによって空気の量が減ってしまってるところが残念です、私は本当に。あ、うん、減るんですね。いや、だって容積が減ってるから。なるほど、残念、それは残念ですね、うん、あとやっぱりこの年表の、あのね、この辺も空気、空気、うん、これ空気を表してる図なんですよ。なるほど、うん、そのあの授業っていうところはどういう、重なってちょっと真空状態になって授業が発生してると思うんですけど、まあ、いかにこのアート界といえどもやっぱり空気をいかに読むか、うん、でも読みすぎるとやっぱりこうこいつうざいなってなってしまうから、うんうん、読んだ上で読めてないふりをしたりとか、大変さもそういう局面って多いんだろう。あ、もちろんもちろんもちろん、今なんかもうちょうど、うん、そうですこの空気はどういう空気なんだってなんだみたいな、けど、そうそうそう、いやでもこの先必ず、うん、そうちゃんとね、回収していかないといけないし、回収っていう空気、あ、青、あ、そうですね、青、青はこれ空気の色なんで、あ、うん、青に青ですね、そうですね、もうちょっと、はい、あとこれはその木炭の絵なんですよね。やっぱ木炭っていうのはやっぱすぐ空気に、あ、これ木炭なんですね、舞いますから、あ、そうですね、それこそ予備校時代なんか、そうですね、花とか、うん、灰とかですね、うん、その、うんうん、たまりますね、たまります。で、上の方も木炭を使われてるんですよ。なるほど、なるほど、うん、多分これフェキサチーフと呼ばれるこう、はい、なんかスプレーとかもやってるから、うん、なんかそれもなんか空気に舞っているし、なるほど、まあ、あとこの粒々は多分花粉、うん、花粉もこう空気に舞っていくので、へー、うん、これフェキサチーフちゃんと塗ってからそうですね、絵の具塗ってますよね。あ、そうじゃないとやっぱりこの白に、ね、混ざってしまうからね、うん、よく考えられてると思います、本当に。なるほど。あとこれですよね、これはよく考えられた構造体で、はい、あ、もうこれはもう完全に空気の正面から空気が通らないんですよ、もう、はい、もう絶対にこういう傾斜がついていく、うんうん、まあ、これはなんかそのセザンヌとかもやっぱり全部水平のタッチじゃなくて、はい、こう斜めの短冊状のタッチがちゃんとこう入っていくようにっていう、うん、やっぱりそれこれもそのこいつは空気を読んでいて、パープルウェーブにおけるその絵画の、なんだろう、構築の仕方、うん、こう水平垂直だと、なんか王順みたいになっちゃいますよみたいなそういうこう、ね、こう斜めも入れていかないとダメですよっていうのを言ってくれてるんですよ、うん、あ、なるほど、はい、じゃ次、ここもですね、はい、分かってきました、分かってきました、うん、ここもね、すごい空気が自由にこう、はい、行ったり来たりするし、そうですね、でも本当にこう、あれですね、うん、空気の流れが本当にあれ、はい、そう、空気のデザインが生産されて、そう、本当にそうで、もう作品が止めたりとか、これもね、外からの空気でこう、めくれちゃったんですね。あ、それでしかもなんか、ここにウキ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 、そう、やっぱりこう、うん、なるほど、ちょっと、あれですよね、まあちょっとここは、あー、でもここもね、空気のやっぱり絵画の後ろってあんまり空気がね、通らないんですけど、これは大胆にその、空気の入れ替えをしようかなと思っているところですね。大変さん、この穴とかって空気通ってるんですか、これは。これちょっとあれですよね、うんうん、あの、うん、ちゃんと調べないとわかんないですけど、あの、騙し絵かもしれないですよね。そうですね、この多分工業さんなんかはこう、うんうんうん、ちょっとなんか表面的にやってるんじゃないかっていうところは。あ、工業さんがやったんですか、これ。これさんの、そうですよね。いやでも多分、おそらくこれコンタクトゴンゾの仕業です。あ、そうなんですね。あの人たちはすごい身体表現と思うじゃないですか。はい、でやっぱり空気と格闘してるんですよ。なるほど、なるほど。うん、
空気のいい流れを作りたいなっていう。なるほど、うん、それは面白い話です。さっきそうインターネット上に空気があるのかっていう話があって、高梁さんこうインターネットのをモチーフにしてたりするじゃないですか、こことゴンゾーさんのこの、はい、どっちがなくなったみたいな、はい、あみたいな、だからあれですよね、ひよこと、うん、あの卵どっちが先か、はい、そうそうそうですね、うん、どっちが先かなみたいないや、でも多分僕が思うにはこの壁ができる前からこの穴はあったと思うんですよ。あ、さらに、うん、さらに、うん、絶対そうです。で、まあこのゲルゲル祭に入って、まあはい、ゲルゲル祭ってのはその、ゲル、ゲル、ね、ここはちょっと違いますよ、ひんやりしてますよ、うん、そうですね、もう本当に空気が違う、もう言葉通り、文字通り、文字通り違う、空気が違う、うん、でですね、やっぱりね、ここの空気はやっぱりどうしてもこうベトっとしてますよね、ベトっとしてます。でしかもここ見てるとお客さんここから先行かないですよね、うん、これは何なんですかね、やっぱりなんかここから先行っちゃいけないっ、ね、やっぱりね、いや空気に遠慮してるんですよ。なるほど、うん、じゃあそれでトモキさんが空気をちゃんとコントロールしてるいや、トモキが空気にコントロールされてるし、アーサー・ファンさんの作品っていうものもなんかその脳科学者なんですけど、視神経をこう洗濯物に干すことによってなんかその眼球の眼圧と気圧の関係みたいなものをこううまく表現できてるなと、初めての体験です、うん、そうですね、このテトラポッドみたいな、ね、オブジェもこう よいちょって言ってここのね空気ね、はい、うん、実はこうちゃんと溜め込めているし、うん、おー、そういうことなんですね。そう、あとやっぱりこの、しかもその富士山と形がすごいなんか、うん、ああそうなんですよね、ちゃんとお互い空気を読み合って。なるほど、ね、うん、あとこれ本当はやっちゃいけないんですけど、この台座をね、はい、ゴロンとさせることによってこの台座の底のね、はい、空気が漏れちゃってるんですよ。あ、これは台座なんですね、うん、これ台座、そう、これちょっとトモキのね、トモキが空気を読めなかったから漏れちゃって、空気が漏れちゃってます。あ、だからみんなこっち側に入らない。あ、そう、ちょっと危険ですからね、空気が、良くない空気が漏れて、うん、だからその今鳴ってる音はそれをなんかこう鎮魂しようとしてるんですよ。なるほど、あ、鎮魂の鎮魂の音だ、うん、これはその香川の中学生が空気をこう掃除するために作ってくれたんですけど、あ、そうやっぱり、うん、よく抑えてると思います、悪い空気を。あ、なんかこの辺すごい空気悪いですよ、この辺これ空気すごい悪い。これは空気悪いですね。悪い空気ですよ。これは不吉ですね。不吉な空気がします。なんか、うん、不吉な空気。あこれやばいですね。星川さんの空気。そうですか。これもう何も言えないですよね。我々の空気。これ動くんですか。あ、固定されてるんですね、うん。固定されてますね。これはあでもこう空気穴があるんですね。ああ。意外と、あ、そう、意外と外部とのコンタクト、コンタクトがあります。忘れてない。よかったよ。よかった。うん。あ、これで見てるか。エアリーで、あ、怖いですね、これ。いいじゃないですか。あ、もう、うん、まさに空気を、うん。そうですね。やっぱりこのゲルゲル祭の素晴らしいところは、この床にもその空気への配慮がちゃんとあるんですよ。なるほど。こう、うん。一歩一歩このね、行くたびに空気の大事さみたいなものをちゃんとこう分からせてくれる。でもこう、そう、でももう踏んだ時点でもう遅いんですよ。うん。そう。ここはもう、開放的ですよね。ああ、そうですね。まあ、クリにとってみたらすごいこう、自由度高い。なるほど。うん、マリアナ海溝的な、うん、大きな成分の。だけどやっぱりただこういう風なだらっ広い空間っていうのは空気にとってみると、なんだろうな、自由だからといってその空気にとって幸せかどうかっていうとちょっと分かんない、うん、やっぱりもうちょっと空気って仕切りがこうあったり小さい穴が開いてたりする方が、なんだろうな、こう自分の役割が分かるのかなって思うけど魚とかもそうですね。そうそうやっぱりメダカが太平洋に行っても死んじゃって、あ、なるほど、ここではなんかやっぱりこうみんな空気が遊びすぎてる、うん、なるほど、そう、だからこう授業を毎日開催することによって、まあ、空気に役割をもう無理やり持たせてると、うん、そういうことだと思います。毎日毎日空気が変わるわけですよね。そうです、だから授業がないとこの空間というのはもう終わりですよ、本当に、うん、全然意味がない。その下も、いや、もうあれですよ、アバジーカフェに。じゃあ、その、ね、
さらなるこの空気の空気のねやばいやばいやばい総本山の総本山です前から使えなかったんです。今までなんでこの話をしてたかっていうのが分かる。そうです、はい、じゃあ ここまでがですね実はプロローグで、プロローグ、まあ、これからですね電車に乗ってですね地下は行かない、地下は行きません、うん、時間の都合、時間の都合、そうね、空気押してって空気がいい、押してる空気がいい。じゃあ行きますよ、今から空気を、ね、移動する箱、エレベーターがその後こう水平に移動していく電車に皆さん、お時間のある人はまた、ね、こう街中もこんな感じで行くので、ぜひ見てください。テレビショッピングみたいになってますよ。すごい場所で。いいですね。任天堂って感じがしますね。やば空中からテトリスが。うん、テトリス。すごい、ずっと立ってる。すいません。まだ行きます。あ、じゃあちょっと一旦下で待ってます。下で待ってますね。まあでも田舎に比べるとね、こういう建物がいっぱいあるんで。いやでもね、今空気が大変なことになってますよ。あ、そう。こう一回流れたらもう同じところに戻ってこれないんで。なるほどなるほど。今、すごいこと言ってますよ、ね。はい。空気の親子とか、空気の恋人同士っていうのは今ね、もう、この瞬間にすごい分かれてるよ。本当に。そんな嵐でもないけど、あ、でも常にそういうことが行われてる。そうそうそう。やっぱり、ちゃんと、なんで地球上に家があるかっていうと、空気たちの出会いを維持するためなんですよ。なるほど、うん、こっから結構、うん、森タワーが見えますね。あ、まあちょっとあれはさすがに空気遠近法が採用されてもともとああいう色だっていうのも、いや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 、ちょっと薄くなった。あれはやっぱり今現在アートだけれども、その総本山もルネサンスの空気遠近法のあれ余波を受けてしまうっていう。あ、これは余波なんですね。そうです、余波なんです。やっぱりさすがの森ビルも跳ね返せない。なるほど、うん、この空気の層が、はい、青くしたりとか暗くしてたりとかしてるんですよね。あと森っていうものも木が3つ、はい、ものすごい空気を含みやすい構造だと思うんですよ。スポンジのような、うん、まあ、よくできてるなと、うんうん、だからもう森もね、もういっぱいこう積み上げたら、はい、大きい森にできますから、ね、森を積み上げると、そう、森を積み上げると大きな森になる、なりますよ。いますね。これ、拡散はついてこないんですかね、これ。いや、もう、いいですか、うん、お、ありがとうございます。空気を読んでいただいて思い出に残る、本当にありがとうございます。会にします、ありがとうございます。お一人ですかね。まあでもこれはあとちょっとこう1分ぐらい空気を読んでいきます。でも楽しそうですけどね。いきますか。安藤さん、空気読んでください。ちゃんとね、先に行かないようにしてくださいね。写真撮る。ああ、それすいません、すいません。こっちがね、ちょっとじゃあちょいちょい向かいますか、ね、ちょい向かいましょうか。じゃあ空気の流れツアー、うん、進めてまいります。あ、できた。流れも入る。
業務連絡的なやつ、事務的なやつ、ちょっと傘を皆さん忘れないように。傘ないの。傘ない。雨降っちゃうかもしれないんで。大丈夫ですか？大丈夫。あ、大丈夫でした。うん。トラブルですか？全然トラブルじゃなかった。傘持ってる？あ、ないけど大丈夫です。雨降っちゃうかも。電車ってものはやっぱりね。あ、空気の。空気の。うん、空気のあれですよね。うん、あの氾濫車ですよね。うん。まあそうですね。常に空気との空気がプレゼンテーションしてますよね。うん、中に空気がないと走れない。そう、安藤さん。中のこともちゃんと。すが、ナビ派だけじゃなくて空気のことまで把握しちゃって。うん、あとこう人間が喋るっていうこともそのね、航空内の空気、そうですね、なんか肺の空気を、そうそうそう、空気を震わせることによって、今我々はその。音をね、音と言われる、なんだろう、音って存在してるんですかね、海平さん。あ、それもまた、すごく哲学的な、うん、なんかでもよく言うのは、量子世界の話とかで、はい、人間がいなかったら、うん、木が倒れた時に、はい、音は発せられないっていう話はありますよね、うん、あ、それ知覚するのが耳だから知覚する耳がなければ音はないということはやりますよね。そうそう、味とかもあるのかなっていう、味、うん、味ってものも舌がなんか適当に空気を読んでるから辛いとかあるわけで、あそこちょっと僕違います。異論があるんです。そうです。同意ばかりでもね、派閥があるから。いや私と海平さんってのはやっぱり党派が違いますからね。そうやっぱりそのスタートバーンとパープル M っていうのは、まあ今日はパープルバーンってことで一緒にやってますけど、いつもは違うね、空気の原理でこう動いてるんで、まあいいところはね共有して、これとかすごい空気うまく捉えてるじゃないですか。それはもう、でもちょっと手堅いですかね。あ、またこれが自転車屋さんですよ、やっぱり空気の氾濫車。あ、なんかいい空気を出してますね。店内ですごい、うん、いやー、陶器どう、これまでのさ、2人の講義を聞いてさ、うん、ちょっとこう空気、うん、うん、なんか、うん、やっぱいい空気の中に生きていきたいなと思います。うん、坂本さんどうですか、空気、坂本さん、空気、これまでの話を聞いてなんか疑問に思ったこととか。疑問聞いちゃっていいですか。疑問聞いちゃっていい。いやいや、いいですよ。やっぱりさ、でもなんか空気って万能なんだなっていう、万能なんだなっていう。いや、万能じゃない。あ、本当に。なんか何でも語れるのかなっていう。やっぱり今我々はその高いところから低いところにこうさ、気流をさ落とすようなさ、そういう横柄なさ、座学っぽいさレクチャーをさ、空気によってやってるけどさ、空気を開いていく必要があるんだよね。そうだね。ただみんなもね、空気を読みすぎてると思うんだよ。そう、うん、そうそうそう、その通り、絶対そう、絶対そう、うん、ね、世の中はその空気をね、こうなんだろう、空気を捉えようと必死ですよね、みんな。捉えられない。なんかこう、羽とかが落っこちてくる時の、はいはい、空気抵抗あるじゃないですか、はい、ああいう感じで、うん、あれってもうなんか、はい、別に自分の気持ちってないじゃないですか、はい、自分がこう右に行きたいとかじゃなくて、うん、たまたまその、はい、空間で流れてる空気が影響するじゃないですか、あ、それと、はい、人間のこういうなんか意志がありそうな空気の発言ってどこまで違うんでしょうね。あ、それはものすごいいいところに目をつけてますね、太平さん。やっぱり我々っていうのは、ね、意志を持って
人間だと思ってるけど、人間っていうかさ、自意識があるけれども、うん、だからそれも実はその羽がこうゆったりこう落ちていくような原理がものすごいこう複雑な連立方程式がね、こう入っていて、でもどうかな、でもちょっとしたことでやっぱり流されちゃうな、私。うん、ですよね。です。比較的なんかその羽とあんまり変わんないんじゃないかなって思う。まあ本当に。本当にそうだと思う。だし、アートは人工で、その外が自然みたいな。はい。そういうことじゃなくて、うん、うん、まあ全部自然なんじゃないかなって思う。そうですね。そうですね。うん。これから確かめに行くっていうのもあるんですよね。そうですね、うん、やっぱりそのスタートレームとスタートバーンって全然理念は違うけど、うん、そこをあの追求しているグループだと思う。グループと組織、うん、あ、アランさんもうあれですね、三菱地所の前に陣取って溶け込んでます、ね、なかなかいい空気取りしてますね。空気取りが、空気取りが前違いますね。周りもなんかちょっと気づいてますね。気づいてます。ちょっと違うぞと、うん、醸し出してる空気が違うぞと。やっぱちょっと浮いてます、ね、浮いてます、ね、あ、一人じゃなかった。じゃない思いっきり一人じゃなかった。それはまずいですね。ちょっとやっぱりどうして先回りしてたんですか。普通に歩いてたら抜かしてました。今ね、すごい重要な指摘があったよ。すっごい重要な指摘があった話が。いや YouTube 見た頃には変わってるかもしれないんで。 YouTube には定着しないよね。そうそう、この空気感にしか残らないものってあるんですよ、やっぱり。それがアートでしょ。それが、うん、それがアートでしょ。それがアートでしょ。それがアートでしょ。そうそう、残らない。やっぱりさ、抜け殻を見て、うん、なんとなく想像するとかっていうのはできるかと思うんですよね。まあ、あれですかね、いわば YouTube なんてものはこの状態の、なんだろうな、複製でしかない。とはいえ、とはいえだよ、一側面だけですもんね、うん、あ、とはいえ、そのインターネットの中にも空気があるから、うん、また違うものになるんですよ。あ、そうです、うん、まさにそうです、そう、絶対そうです、まさにそうです。え、誰と聞いてお前が起きるっていう謎の声。まあこれを見てる人が深夜になんかこうなんか辛いことがあった時に YouTube 開いてこれを見てる時の空気もまた想像しがたいものですけどね。多分閲覧数があのリアルに9とかだと思います。その9を大切に、そう、その9の空気もね、9の空気をね、2桁目指す、2桁ですよ。でも、うん、どのぐらいいってます。あ、喋んない感じですね。なんかサムネイルをちょっとなんか、はい、太ももチラみたいな、はい、ちょっと太ももチラみたいな、なんか、うん、全然違うサムネイルにして、何言ってるんですか。リンクさせる。違う空気を、違う空気を循環させて、循環させて空気の入れ違いをね。そうなんか人の心ってものは、はい、あの空気の質とは関係ないですよね。あ、なんかたまに不安になるんですよ、はい、やっぱりその天国に、天国か分かんないけど、お金は持っていけないし、はい、資産を持っていけないし、うん、もちろんその美術作品ってものも所有しても持っていけないじゃないですか、うん、だからよくその美術作品を買うっていうのは後世の人へのこう儀礼、うん、って言うけど、まあ、そんなことはどうでもよくて、空気はどうなんだと。なるほど、うん、いやでもそれはめちゃくちゃ、うん、感動的な話ですよね。本当ですか。空気だって本当に空気は死んで、はい、常に死んでいってるっていうのは、うん、まあ本当にその通りですよね。だから、あ、なんかずっと生きてもいるし、うん、死んでいくもの、あの死でもあって生そのものでもある。生そのものが。なるほど。石神様みたいですね。石神様。そんなでしょ。わかんないですよ。あ、でもここやばいですよ。こっちの方が、その、ステージがね、ステージの感じないですよ。
滑りやすくなっております。足元に気をつけてお進みください。足元に気をつけてお進みください。足元大変滑りやすくなっております。足元に気をつけてお進みください。もうあのこっちに待ってるからしかしてないです。すごいこれ気圧の空気が来る。あでもね分かりやすい空気の流れがちゃんとこう、示されているからこっちの空気はこっちに行かないといけないっていうのが、あでもここもほら、ね、なんかちゃんとこう大きい空気のさこう、うん、いいですねこの空気が。この空気もいい感じですかね。やっぱりちゃんとできてるんだよね、うん、長く。そうですね。あもうこれ試されますよ。この辺の、ね、こう空気がね、そう重要ですよこれ。そこの空気はあるんですよね、うん、はい、上からも、はい、下からも行けるけど、あそこにある空気っていうのは重要な空気、うん、重要だし、空気も自分から取り締まられようとしてますよ、やっぱり、やっぱり自分から取り締まられる、上とか下から行くっていうのは空気としても発したないなっていう、なるほど、なるほど、育ちが、育ちがいい空気、やっぱ外苑前なんで、なるほど、やっぱ外苑前の空気っていうのがやっぱあるんですね。まもなく2番線に浅草行きが参ります。駆け込み禁止、白線の内側でお待ちください。禁止が理由ってあるんですけど、空気が整ってないのに、それもありますし、やっぱりその空気の絶対量って決まってるから、ね、駆け込みで入っちゃうと空気がさ、この気圧がね、ここからすごいダイナミックな空気の移動があるんですね。ここ見どころですよ、空気が。すごい。もうね、隣の何駅、もう表参道の空気が、あ、来ましたよ。あ、そう、こっち。はい、センタルドアをご利用ください。はい、センタルドアをご利用ください。おしゃれな空気ですね。今いる会社に残った方がいい。どうですか。まあこれもパンプルーム的なやつですね。そうですよ、ね。あのフラグ的な青という、うん。要はその空気を読むのか、まあ読まないのかっていう。そうですね。ポイントもねちゃんとこうつくみたいだしね。あこれ違いますけどね。いやそれは頭が硬いですよ。なるほどなるほど、違うルールが、ね、施行されてるかもしれないけど、この作品とこの作品関連し合ってる、絶対誰かが張ってるわけですもんね。いや誰かが張って、空気がね、空気が張ってる、空気が張ってる、うん、これ見てこの向こう側、すごいスピードで空気がさ、もうこの今が すぐ過去になっている、うん、もうこの今過ぎ去った空気とは会えない、切ないんですよ、すごい。なるほど、うん、切ないし、これもね、うまくいってると思いますよ、すごい。そういう意味では、ここもなんかちょっと渡り合うなんですか。渡り合うなんですか。あ、そうですね、私ちょっとだけれども、ちょっと今の空気の流れで、これもうまくね、こう互い違いにこう空気をね、散らしていいなと思いますよ。どっか、どういう風に空気出てると見えます、太平さんから。そうですね、これは、うん、この中の空気をどうにかしようと思っているんだけど、うん、その外からの空気を取り込んで、うん、なんかちょっと、ね、変えてるわけじゃないですか。
この空気、はい、ここに合わせる空気、ここを求める空気変えてるじゃん。でもこことその外のここはもうすごいスピードで移動してるから一致しないと思うんですよ。あらその辺はどう？だからすごいテクノロジーですよね。あすごいテクノロジー。なんかそれに人間はこう自然にこう対応できるっていうのは人間の能力だと思う。終電を停電したらどうなるのって言ってますけど、停電と空気ってどうですか？停電と空気も、うん、まあ光とね、うん、空気も、うん、当然関係あるので、うんうん、なるほど。どう思いますかっていうか、うん、だから全部やっぱり、うん一個だけで語ることは難しいですよ、ね。あ、そうです、ね。ここ見ててやっぱりバタリウムの感じに似てるなと思ったのが、そう思うし、そうなんですよ。なんかいろんな要素がこう同居してるようで、うん、一つ一つがまた違う。材質も一緒ですからね。大体バタリウムとここも。材質。材質。うん。珍しい。なんか一つを語ろうとすると何かが語れなくなるっていう。そうそうそう。片手落ち。そうですね、うん。全部が片手落ちだと思うんですよ。だからこそ空気っていうのは互いにこう寄り添って。なんだろ酸素 O2、うん、CO2、うん、二酸化炭素、二酸化炭素そういうことだと思うんですよね。そういうことやっぱりその安定していたら空気ってものももうそれでもう終わりですから。あそれはそうですよ、うん、不安定な状態気流スタート、ね、確かにそうですね。そう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 、こう不安定なだとなんかこう渦を巻いたりとかしますもんね。ああ大事ですね。その上昇螺旋ですよね。要は上昇螺旋。でもその上昇螺旋をした時に置いてけぼりを食らう空気はどうなんでしょうか。その空気の中でね難しい問題ですよね。ヒエラルキーがねなかなかこう、うん、あここですね。あここですね。次の空気の入れ替えですよ。全然そのシーンが分かってない。あそうか、それはしょうがないね。YouTube で見てきたのを見たらそう聞こえる。乗り降りの際は足元にご注意ください。じゃあ YouTube で半蔵門線有楽町線は乗り換え。4番線の電車は池袋行きです。いくらですよ、その YouTube を使っても。その時の雰囲気っていうのは復元できかね、できないと思う、うん、それも結構重要な一つの言葉だと思うね、うんうんうん、そうなんですよ。でもその時いたわいたいた、その話してた時にいたいやいや、大変な空気読んでないんですよ。いやいやいや、まずいですよ、うん、あのこの、うん、やっぱりその、うん、一見、うんうん、一見こう空気の流れに、うん、身を任せてるようで、うんうん、任せてないし、うん任せないっていうこと自体の不可能性についても今話してるんですよ。それが言ってみればその空気っていうものの寛容性っていうか、うん、空気ってどれぐらい寛容なのかなっていうことにもつながっているかなと思います。時にでも暴力的なんじゃないかな。本当ですよ。空気はでも暴力的なのは確かにそうですね。確かにそう。それは空気によってトモギはこういう風に形を矯正されてますから、ね、いやそういうトモリとかね、わからない単語を出さないでほしいですわからない単語なんですか。わからない単語。どうですか、トモさん、これまでの話を聞いて。なんか、空気を呼ぶの空気と、エア、あの、普通に。あ、普通のな、エア。その、経験マークの姿勢としての。一緒くたになってしまってる。一緒くたになってるのが面白くもあり、なんか、いや、なんか、擬人化してるんですかね、その擬人っていうか。あ、すごいですね、それは。勝間和代的な、うん、今
まとめましたよね。その定義が違うとだし、単純に空気って言ってもその言葉が指すのはどの空気かっていうのが明快じゃないと思う。ちょっとその辺厳密にしていった方がいいんじゃないですか。そう、いや、まあ、それは確かにそうなんですけど、ね、例えば YouTube がこの空気を再現できないっていうのは、うん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 、なぜかっていうと、うん、ある側面しか映すことができないからなんですよね、うんうん、あ、空気にはいろんな側面がある、うんうんうん、なのでそれをなるべく多くの情報を対象にしようとするとどうしてもそういうことになってしまうんじゃないかな。ともきさん座らないでください。ちょっとそうすると、せっかく空気がね入ってるからそこに、あ、あそこの、あそこのふわ、そう、ふわっとしてるからやめてください、そういう勝手な行動は。しょね、誰も座ってないでしょ。そうでしょ。あそこはちょっとあそこはまずい。今あそこで気圧のねバランスを取ったんだと思うんですけど、ちょうどあのビューティーのあれは空気じゃないけど光だけど、あれもその空気、ね、あれもその人とその服の間に巻く、あ、まあ、あと蝶々ね、中見ると蝶々がいい。あ、本当だ。蝶々ってなんか空気の大葉大好きよりもね、こっちの方がいい。最近ね、もう大葉大好きの標準になってしまって、もうマチールのみの、マチールとパールのみの、あれをね、スカイザーエアハウスは いくらで売る気なのか。標準になったんですね。標準みたいですよ。助教授かもしれないけど、まあ、まあでもああいう変更パールとか、まあ、使いたい気持ちはわかるけど、なんかそういう、どうなんですか、そういうスペクトル的な、なんかさ、色のさ、波形をさ、乱すことによってさ、でもさ、空気はそれで変わんなくない？いくらさ、そんなさ、プリズム、プリズムと空気は違うと、まあ、そういう意味では、今までは、その空気、あの光ばっかり見てたけど、はい、最近の作品はちょっとなんか、こうなんか型をつけたりとかして、空気の流れを、多分コンプレックスなんだと思うんですね。空気の流れをどうにか入れていこうっていう流れは、やっぱ准教授とかになってくると、ちょっと僕思い出した、秋吉風斗くんとか、はい、あの風が入ってるんですよ、名前の。もうな、それはもう多分だから作品が別に何でもよくて、空気に対する関心は強いのかなって、その代々、なかなかいいな。代々、そうそうそう、親じゃなくて、あ、そうか、風斗だから、名前だから、名前だから、まあでも、でもやっぱり名前っていうのも完全オリジナルのものじゃなくて、その誰かのね、テンプレのこうさ、転写でしかないの、名前ってものも。太平っていう名前も、梅津、ね、陽一って名前もさ、なんかの転写でしかないわけで、そうですね、まあ、言ってみれば複製品、そうなんですね。まあでも、風太くんはね、そういう大事な作家を忘れてましたよ、はい、あの千住博士とかね、滝のね、もうあれは空気と、あれは一番いいですよ、空気を表現してる表現の中では。あれは空気界では、空気現代美術界では、そうそうそう、結構高いぶっちぎりの評価の高さ、マイナスイオン出てます、出てますね、出てるし、なんかその空気がね、凍りつくんだよ、千住博士とか名前だと、まずい、三兄弟、マイナスイオン、三兄弟ってところもやっぱりそのね、空気がちゃんとこうあるから、音楽やってる人もいるしね、音楽もあのなんかこうバイオリンですよね、確かに、バイオリンじゃなかったっけ、バイオリンで、なんかこの木の箱の中で空気を振動させるっていうのと、水のしぶきの空気と、やっぱりその辺はもう教育抜かりないですね、本当抜かりないと思う。他になんか空気と、なんだろうな、近い作品、重要な空気を語る上で重要な作品、花粉っていうのはまあもうあれですよ、ただ空気乗ってるだけだから、え全然重要じゃない、え重要じゃない、リンダ線、イリア線はこの機械です。そうですね、4番線の電車はこういうジャットとかね、ジャット、ジャットは空気の作家なんじゃないですか。確かに完全に空気の彫刻と言って、空気の彫刻、あとオラファエリアソンとか意外と空気と関係ない、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 フェイクだと思う、なるほどね、
ロバート・スミッソンも実は関係ない、あんまり関係ない、だけど撮影でむちゃくちゃ知ったのは空気が関係ありそうじゃないですか。いやあれはね、好奇心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 と空気はねちょっと違う、ちょっと違うね、よく間違える人いる、います。あ、ミロとか関係あるよね、空気すごい。ミロ、飲み物の方じゃないですよね。そう、飲み物の方も結構微妙だな、それ微妙なとこだと思うな。やっぱり空気抵抗のことをどれだけ考えれてるかっていうのが大事だと思う。なるほど、うん、あのさ、流線形のさ、はい、感じ見ろ、あれは観念としての空気、空気界の中でどういう振る舞いをするかっていう。なるほど、そうだったんですね。そういうことなんです。見ろは結構意外とやっぱりキャンバスって四角いからちょっと空気抵抗がね、半端ないんですよ。それをいかに意味世界の中で緩和させるかっていうことなのかなって今やっと最近気づきましたね。あ、なるほどね、うん、やっぱり残るものっていうのは結構やっぱり空気、やっぱりその、うん、ただそのアート界のその掟とは違う、うん、空気アートの方での基準で見ても優れたアートっていうのは優れ、なんかその空気的に見ても大体優れてますよ、うん、あ、うん、そうですよね、うん、あのトップ極めるとジャンルが関係ない。クールベとかもどうですか。あ、もう名前がもう空気っぽいですよね。空気っぽいですね。クールベいいですね。涙もその時代の空気を結構映し取ってないですか。まあでもナビハかな。ナビナビはね、ナビナビ、うん、ナビナビ、ナビハってのは予言ってことだから、うん、なんかね、あ、そうなんですね、予言っていうのはでもそんな感じ、おこがましいと思うんですよ、うん、空気の断りから考えたときに、たかがね、うちらみたいな複製品がね、そんなその空気の未来を予言したっていう、そのチャーミングで可愛いけど、チャーミングさ、可愛さだけでは、うん、やっぱりその空気界の中では、まあ、ちょっと下の方にどうしようなってしまうなっていう、やっぱそんなに簡単なもんじゃないですよね。そうですよね。まあ、そうそうそう、僕思い出しましたよ、2個、うん、はい、2個、1人は、ワイエス、あ、ワイエスと、あと、あれはやばい、あと、やべえ、名前忘れた、うん、穴開ける人、フォンタナ、フォンタナ、ルチオ・フォンタナ、フォンタナね、フォンタナとワイエスは、どっちが、うん、二強ですね、空気パワー強いですか、空気ポイント、でもやっぱワイエスだと思いますね、あ、アメリカンな、ああいうその、ローカルな空気を、アイエスはテンペラを使ってるところが重要で、あ、はいはい、テンペラっていうのは卵、卵っていうもの自体にもともとそのすごい良質な空気が入ってるから、うん、そう、卵に良質な空気が入ってる、うん、やっぱりそう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 、育てる空気、育てる空気で、その卵ってものも実はすごい小さなこう砲というか穴が開いてて、うん、外界とのこう、うん、コミュニケーションがちゃんとできてるし、うん、すごい構造なんですね。そう、すごい構造です。そこの中で生まれた良質なタンパク質と顔料を混ぜて、はい、アメリカ的なその牧歌的なね、うん、感受性と、うん、うまくこうブレンドできてるなと思います。次は藁とかもね書いてますよね。だから藁は結構空気が通りやすい。そうですね、植物藁はかなり、うん、藁ってストローですか。ストロー、そうです。ストローはまさに空気のという、空気の光ファイバーみたいなもんですよね、バラって。空気の光ファイバー。そう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 。空気の光ファイバー。そうです、バラは。あ、そうですよね。本当ですよ。一瞬で空気をね、うん、伝えるっていう。そう、伝える。彫刻はどうなんですかね、空気的に見ると。いやー、そうですよね。河原音の、河原音彫刻、あれ彫刻じゃなかったけど、ちょっと頭の中で。小谷元彦でした。あの、全然違う。河原音の絵に似たような彫刻を作ってた小谷元彦の、いや、なんでもないです。イメージと違ったんですけど、なんかこうトゲトゲの彫刻とかっていうのは、はい、結構その空気感が、うん、空気を意識してるんだろうなっていう。あ、なるほどね。なるほどね。やっぱり小谷さんって最近空気読めてるんですかね、ちゃんと。まあ多分そのトゲトゲの彫刻作るっていうのはすごいそういうアンチテーゼというか、空気に対する
欲望みたいなのが現れてるんじゃないかなって、もう昔から言われてるんですけど、トゲトゲ作ると東京芸術大学っていうその社はなかなかその悪い空気がね、うん、ずっと歴代溜まってるから、うん、ちょっと大谷さんそこにいて心配だな。そうですね、その空気に、うん、なんかこうその点あれですよね、八谷先生は空気にこう乗ろうとしてるところがありますよね、うん、あれは、うん、本当正しいですよ、うん、そこが、まあ、うまくいくかどうかっていうののハラハラ感もありますもんね、その東京芸大の汚染された空気の飛ぼうとしてるわけですよね。まあ不快です、不快からどう、不快からこう、不快からどうこう上昇できるかっていう、ね。うん、なんかなかなか真面目なトライアルだとは。真面目なトライアル、うん。でも本当に事故ったら危ないですからね。まあ最新の注意で、まあ空気が暴力になる瞬間。中橋勝茂さん。あ、はいはいはい。あの人最近何してるんですかね。あ、そう、確かにみん、あんまりあれですね、うん。アップデートは知らないです。うん、矢野健二さんとかはどうですか、空気的な観点から言うと。あ、矢野健二さん、僕、一昨年ぐらい香港でお会いして、プレゼンを見たんですよ。プレゼンを見たことがなくて、矢野さん、あの人は結構空気の、まあ、炎を吐いたりする彫刻とかっていうのは、もろもろに空気をこう循環させたりしてるわけで、うん、あとなんかまあお腹の、はいはい、お腹の中の空気だったりとか。うん、あとなんかこう、はい、あの太陽の塔に登る作品とかもあるんですけど、はい、それも風をすごく受けてて、風で落ちそうになる瞬間とかが結構描かれてて、うん、意外と空気の構造は変わらないんじゃないかな。そうですか、パープルバーンとしてこうね、パ
パープルバーン、スタートバーン、パープルバーン、パープルバーン、パープルバーン。あ、アランさんもなんかお客さんのいいですね。あ、でも今分かりやすいですね、こう安藤さんがね、一人で入ってこの辺が共存しているっていう。何が分かりやすい、分かりやすいです。何じゃ分かりやすい。スパーナックスっていうものも結構空気大事にする企業ですよね。あ、そうですね。空気企業ですね。あ、もう今風な、そう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 、現代的にエアリーな感じがすごいする。やっぱりもうロゴにもね、そうそう、なんかやっぱり風の流れちゃんと空気入れてきますよ。こっちだな。あ、でもウラウニーさんってもうなかなか空気を読みますよね。うん、うん、意外と空気を消しつつ、うん、空気を読む、うんうん、空気も作るしね、ちょっと。あ、まあ、これから見る展示会場ではウラウニーさんも展示してるんですよね、うんうん。まあでもこれから見る展覧会っていうのはもう本当に、はい、本当に今日話してきたことがもう全部、うん、もうそうそう、もう全部こんなまどろっこしい話なんかいらなくて、うん、パンとこうね、うん、端的に表されてるから、もうテトリスの最初の棒が一本縦にスコッと入るみたいな感じで、そう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 、本当におすすめの展示なんですよ。こっちかな。あ、もう見えましたね。あー、いいですね。あ、ネオン管もね、うん、空気の、うんうん、あ、なんかタクシーが、あ、来てるね、あ、ね、うん、お店にタクシーが来てるね。こちらです。つるらないです。結構はい、あ、でもいい、いい空気ですね、ここ本当にいい空気、いい空気、これも、うん、空気のために作った展覧会っていうのが、はい、じゃあちょっと、ですね、はい、ちょっと待って、このことでどこの空気がどういうものかっていうのが分かるのか、はい、あ、先にあれじゃないですか、奥のウラウニーさんの空気も、そうですね、こうちょっといいですか。ちょっとじゃあ僕から
ください。ちょっと皆様にまず、ですね、まあ、ちょっと本日のこう目的といいますか、はい、まあ、今までこう空気のなんだろうな、いろんなこうね、戯れというか、うん、空気とは何かっていうことをちゃんとこう実践を交えて紹介してきたんですけど、うんうん、まあ、この展覧会、私たちの芸術を見つめるパープルームという展覧会っていうのは、はい、その本当に今まで喋ってきたことが、うん、一目瞭然に、その通りですね、うん、可視化されているので、うん、ちょっとたい平さんの方からこの内容ですね、はい、うん、ちょっとシステムの方、システムですか、はい、はい、この後の展示っていうのは一見すると、まあ、壁に絵が描かれていて、これは平山雅直さんの絵だったりとか、うん、特に、浦織さんのインスタレーションがあったり、うん、ここにテキストが一面に1500文字のっていう、まあ、何の前にインスタレーションなんですけど、まあ、グループ展というかね、グループ展なんですけど、実はこれの主体っていうのは、うん、この展覧会の主体っていうのは空気で、でそれは普通の展覧会同様、うん、販売する対象もその空気になります。そうなんですよ、実はこれ作品を売ってないんですか。作品売ってない、まあその壁だったりとか、そういう、浦織さんのインスタレーションとかは売っていなくて、ここの展覧会の会場を45分割として、それを一つ一つ売るっていうような展示になってます、うん、まあ、売ることが目的というよりは、うん、売ることによってそれがちゃんとその形になるというか、うん、改めてその場所を、いや、売っていきましょう売っていきましょう、うん、唯一の目的というよりは、その、はい、今日はコレクターの方も来られているので、ちょっとですね、じゃあトモキ君にこの45個、はい、うん、45個の空気をはっきり大きい声でちゃんと読んでください。はい、A1 過去のカロリー、 A2 人手の顔を見る、 A3 焦った沼、 A4 愛を分け合って、分け合ってですね、A4 愛を分け入って、 A5 葉っぱの手触り、 A6 しかしながら、 B1 焦げたキウイと月、 B2 風景と神殿、 B3 ドッキリアセスルファム K、 B4 クニュダイヤモンド、 B5 愛とカレーパン、B6 カスカスポテト、 C1 エリザベス女王に、 C2 ピノト、 A アルファ、 C2 ピノトアルファ、 C3 キラキラの油性、 C4 べったりもっちり、 C5 シリスボミカッコ大、 C6 ギラーパストドレイン、D1 デュレス、 D2 水色のキス、 D3 メガネの縁、 D4 桃色どんぐり、 D1 ガラス質かっこ青、 E2 マザーコンプレックスのため、 E3 悪い空気、 E4 いい空気、 F1ダメな空気、 F2 空気読めない、 F3 空気おいしい、 F4 魔性の空気、 F5 なんていうんですか、潜在的空気、潜在的空気、 F6 空気とリアリティ、 F7 ミルフィーユと森、 G1 失踪、G2 パウダーランド、 G3 タイムエアー、 G4 空気アレルギー、 G5 Wi-Fi と音、 G6 シロップトリップ、 H1 ロールケーキ食べたくない、 H2 庭、 H3
実物、 H4 手堅いポーズ、 H5 ナイトメア、 H6 逆切れと夜。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。大平さん、まあ、どういうことですかね、このこれは、うん、場所が、この A1、このウェブサイトを見ていただければ 3DCG でこう、ぐるぐるこういう感じで、どこの空気がどこのタイトルでいくらかっていうのが書かれてるんですよね。ちょっとなんかどこがどこかって分かり知りたい人いますか？この愛とカレーパンはどこですかみたいなのが。そうですね、なんか誰かこう気になる空気がある人は、気になる空気、じゃあ E1 のガラス室青、ガラス室青、これですね、これはどこですか？ここですね、この辺りこれが、あ、この辺のここから上ぐらいが、あ、これは、大きさどれぐらいなんですか、その野菜、160センチの高さ、ここがちょっとなんか三角形なんで、ちょっとあれですけど、大体まあ160、160ぐらい。大きいですね。結構大きいですね。やっぱりもう、ガッと、ここら辺の空気全部。ちょっといいですかね、これ、お値段っていくらぐらいなんですか？ここはガラス室、青は、6300円。安いですね。安いです。大きいし。6300円。こんなに、どうですか、ここのガラス室、青の。特徴としては特徴としてはやっぱり、ここは実はこう、あのスタッフの通行口でもある。あ、じゃあすごい新鮮な空気がよく出入りしているし、と、まあ、キマさんも、まあ、これ、下痢なんですけど、下痢の空気も出てる。なるほど、ね、意外と、あ、でもなんでこういうタイトルなんですかね、ここがガラス室青。いや、特にあれ、あ、そうですよね、だからやっぱりその空気感っていうのがあります。すいません、ちょっと空気感ですね。そういうのはどちらに寄せるの？作品のタイトルがその作品の内容を指示するかどうか、規定するかどうかっていう部分もあるし、どっちが誰かこのタイトルを決めてる、この空気は、みんなってる、じんわりと、じんわりと、要請があったんだよね、その空気の方から、こういうタイトルですよって、ね、ちゃんと。実際には、実際そのなんか、まあ、聖書を書いた人たちみたいな感じで、こう、形にする人たちっていうのは何人かいましたね。あ、いましたね。6、7人いた感じで、そのような感じがいましたね。僕これ気になるんですけど、マザーコンプレックスのため息っていう。あー、これどこですか？これどんな空気なんですかね。場所をまずちょっと指定していただかないと。そうですね、ここ。あー、この辺りか。ここら辺は結構、あー、音も、ね、スピーカーもありますし、まあ、誰とは言わないんですけど、やっぱり極度のマザーコンプレックスの人がいて、なんかそいつがなんかその無言でいなくなったんですよ。なるほど。それに対する、まあ、当然ため息、まあ、それがこうこれが表彰してるんでしょうね、その、それはね。ここに来るとね、音が防音のカーテンがあるんですけど、音が聞こえますね。なんかなんでいろんな空気がこうやっぱり交差する場所であるっていう、そこがマザーコンプレックスのため息になってますよ。あ、その視察ですね。そうですね、ちょっともう気づかなかったですけど、でもこの F さん、はい、空気美味しいってすごい素直ですね。あ、そうです、どこでしょう。 F の3です。 F さんはどこでしょう、ね、ここですね。あ、これ中ですね、 F さんは中。
我々のこう高速していく力が弱まったのか、はい、ね、支配しきれたかと思います。この辺の空気は何でしょうね。あ、そうですね、多分この辺の空気今ね、みんなここに惹かれてると思います。うん、本当圧倒的人気ですよ。ここは何なんでしょうね。ここは気になったところですね。ここは結構手前の、ここ B の23あたりですか。 B5 だ。ここは、クニューダイヤモンドで、はい、ここが風景と沈殿で、1,2,3 難しいです。 B の5とかですか。B6 とかですか。動画もあるんですか。これも B3 の下です。 B3 の下です。 B3 の下です。 B3 の下。あ、これですね。カスカスポテトですね。あー、なるほど。あ、ね、どこまで下まで、うん、下まで、うん、そうですね、うん、ここの160ぐらいまで、うん、あれなんですよ。ここの壁まで。みんなね、ポテトとか好きなんです。僕も今日ハッシュドポテトを朝食べてたのにポテトも食べてた。あ、ここ高いです。8,600。あ、値段が違うんですか。うん、あ、やっぱ人気スポットはね。どうやって決まるんですか。いや、でもやっぱクッキーで、うん、で、これは購入するとどういった形で所有できるんですか。これは実際にクッキーっていうのは、うんうん、なんか袋に入れて運ばれるわけではなくて、あ、まあなんかやっぱ証明書、ここのクッキーを所有しましたよっていう証明書みたいな形っていうのと、なるほどなるほど。だからそのよくあるその美術作品ってものを現物だと思ってるけど、うん、ね、現物ね、本当現物とも怪しいんですよね、絵画。いや、もちろんもちろん、うん、でその時の作品と時が経った作品違います。全く違いますよね。だからその下手にここにある空気ってものを袋詰めして持って帰るとかじゃなくて、うん、かといって概念として買うっていう、なんかその古典的なコンセプチュアルアートとも違っていて、なんかそのコンセプチュアルアート的な所作を踏襲しながらも、なんかそれをこう、なんだろうな、無残させるような空気が常にその空気の力が働いているんですよ。うん、要はどういうことですか。いや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 、まあだからその、まあ、コンセプチュアルアートは、あ、わかりましたわかりました。二次元のものを表現するには一次元のもので、三次元のものを表現するためには絵画が一次元にしないと、うん、そう。だからそのクラシカルなコンセプチュアルアートの所作によって、うん、次の描写をしているんですよ、はい、基礎的なところに抜けてましたよ、うん、でやっぱり重要なのは、はい、この空気っていうのを、うん、はもうなくなってしまうってことですよね。うん、でもなくなってしまうっていうことと、うん、こんな命名したっていうことと、はい、それに対していろいろ思ったっていう空気、うん、だ、まあ、あとそれがその空気を含んだインターネットっていうインフラの上で売買されるっていう、うん、これって現金払いなんですか。ペーパルです。ペーパルでなのっていう空気が、クレジット空気が、あ、じゃあやっぱり本当にこれ空気だけのやり取りで、まあ、そうです、そうになっちゃいますね。この隣が特に結構僕注目の空気なんですけど、はい、まあ、シリスボミ台ってやつ、あ、うん、シリスボミの中に、うん、この辺にあるシリスボミなのに台そうそうそう、台って逆称させるからでもすごく綺麗ですか。ね、素敵な空気ばっかりで、シリスボミ台はいくらですか。シリスボミ台は、あ、とも9,200円か、うん、このさっき見てたところ、うん、2000円台から1万円ちょっと超えるぐらいのものがあって、うん、まあこれあのオークションなんで、うん、それに到達しなくても買えるんですけど、うん、1円から入札ができるってことではなくて、それはあれですね、もう全部入札したらいいかもしれないですね。あ、そうですね、全部1円で入札したら、うん、まあ空気が、空気が空気読んで、うん、ぜひ長いですね、オークションの開催が。そうなんですよ、このポイントは今日から
34日間だからオークション開発だから別にこの展示がなくなろうがもう壁も色が戻って白に塗る、うん、だとも空気を販売してるっていう、うん、次のここの展示は何なんですか。次はスピリット展ですね、うん、あスピリット、ね、スピリットの、そうですね、スピリット、その、そうですね、魂的な、うん、なるほど。あ、展示によって空気がガラリと変わる、変わりますよね。まあでもそれが見かけの空気であって、実は変わってない。あ、そうなんですね。全然変わってない。あ、そうなんですね。あ、外は結構もう、外に出ると空気はもう殺し合うけど、中は中か、うん、あ、そうなんですね。それはちょっと僕、そう、それが美術界の閉鎖性なんですよ。なるほど、なるほど。そう、私たちの中では新しい作品だって言ったりとか言って騒いでるけど、うん、結局空気はね、何も変わってないんですよ。ああ、ブラッピーさんの作品のある部屋っていうのは、うん、空気がこう動いてるかと思うんですけど、うんうん、ここはシャッフルされずに固定なんですか、空気。シャッフル、まあ、そのどの瞬間に消えとったかっていうことでね、うん、そうですね、うん、固定ですね。入札なんて落札された時点での空気の形が所有できるんですか。まあでもそこも厳密じゃないところがアートの神秘性だから、やっぱりこう頑張ってそこの空気っていうのを精一杯純粋にやろうと思うけど、やっぱちょっと隣の、うん、隣のがちょっと混ざったりとかも、だからどれだけその空気のことが欲しいかっていう、その購買欲と、うん、兼ね合い、うんうん、それでもまた変わってきます。そうそう、うん、そうそう、何でもね、臨機応変なんですよ、世界は。うん、ですよね、そういう誰も。だからそういうスタートバーにもそういう問い合わせがすごい、うん、今殺到してると思うんですけど、うん、もう答える人ない。今殺到してる。うん、答える人ない。そう、答える人ない。もう毅然とした態度で、態度でこう。うんうん、ちなみに、梅津さんはどれが空気が、今回は。僕は安いのがいい。安い空気、うん、安い空気、あ、まあ値段で、うん、値段で決めようかなと。でもあれですよ、うん、これ、好きな値段つけられるんで、うん、より高いものが安く手に入る可能性もある。いや、そこが罠かなと思っていて。なるほど、じゃあもともと安いものを手に、うん、定価で手に入れたい、うん、なんですかね、僕はやっぱり結構アクセサリーが好きなんですよ。はい、うん、だからその、いや、安い空気を買いたい。ここはなんかいいですかね、うん、空気読めない、はい、空気読めないのは2700円です。安いですね。安いです。入札します。あれはですね、ここ入った直後、裏に、うん、部屋入った直後の上の空気ですね。あそこ空気読めない。あ、でもちょっと重要な展覧会ですね、これ。これあれじゃないですか、美術手帳とかも正直読めないんじゃないですか、この我々の。読めないでしょうね、うん、まあ間違いなく乗らないですよね。あの10年は乗らないですよ。10年以降、10年、11年後ぐらいに乗る可能性が。紙媒体ではこうね、滑ってしまうからね、うん、紙っていうものがその空気と、こういうことですからね。メディアが羽のね、羽と一緒です。なんかまあ綺麗なこう円環をこうね、円環が閉じそうですよね、今空気の。そうです。良くない状態だと思います。え、もう終わろうかなと思って。あ、今のこの空気。今のこの空気。あ、円環が閉じそうな。閉じそうな、なんか今日すごい。ちょうどね、眠そうな、木が眠そうになってる。なってる、うん。さっきまでね、起きてた。そう、谷さんとこうやって、議論を交わせて、うん、また違いますけどね。また違うけど、よかったなって思うし、すごいこう、思い返すと、うん、いいこといっぱい言ってたなと思います、大平さん。いや、今回何気に、こういうものからすごい真理っていうのは出てる。最後ちょっと締めの前で申し訳ないんですけど、いいです。なんかさっき言ってた、羽の話ってあったじゃないですか、はい、空気に逆らってるのか、はいはいはい、自分たちも空気に逆らってきてるのかそうでないのかみたいな話に近い話がこの壁面には書かれて聞いたりとかですね。このなんかやっぱりその空気っていうのがどこまで自分たちを制圧していて自分たちをコントロールしてるのかっていうのは、自分たちでやってるふりをしてるながらもやってなかったり。これあれですよね、太平さんが何年でした、
10年前ぐらい、10年前ぐらいに2008年とかあのコルベインスカーシップに出した時の論文をカッティングシートにして、そうです、空気をこう抜いて、空気を抜いて、そう、空気がこう空気が入らない、そう、やられているというのを聞いて、なんかね、大戸屋に、ね、チキン換算に定食読んでない、覚えてない、もちろん読んでます。これはあれ、大戸屋に母親と行った時に、普段ならチキン母さんに定食頼むんだけど、母さんといる時にチキン母さんに定食頼んで恥ずかしいなと思って、瞬時に自撮りの親子丼を頼んだんだけど、親子丼も親子性があるねっていうところから、いろんなことがこう、知り合いに松尾鈴木に似てる人がいるけど、その人の前だと松尾鈴木の話がみんな、みんなし始めるとか、こうなんか気づかないうちにいろんなものっていうのは吸収されてて、そのなんか脊髄反射でいろいろ反応してしまうよねって、そこから脱却しようとしてる人の物語なんです。だからこの空気も実は空気を作ろうと思ってても、なんだかんだ言って空気の流れには逆らえない。と同時にその空気が繁殖してるんですよね、新しい空気がね、ここで、まあ、もちろん、だそれがその親子丼っていう構造ともやっぱり相似関係にあるし、よくできてますね。そのね、小さな滝のような小便ってものも、さっき話に出てた千住博士の あそことも同期しているし、すべてが詰まってきてるんですよね、なるほど、千住博士ですね。じゃあね、ね、数あるメニューの中からわざわざ紛らわしいコンセプトのものを選んで、しまったのだろう、まさにこの展覧会。まあ本当にね、見返すと意外とね、結構ポッと出てる言葉がすごく真相ついてるっていうのはあると思うんで、じゃあ今日はそろそろ買いましょうというね、長々とね、やってしまって、あれだったんですけど、まあ、空気の回、じゃあ締めましょうか。はい、締めましょう。今日はどうも、ありがとうございました。来てくれてありがとうございました。